です、はい、木曜日のミッドナイトセッションで、牛乳が好きなのはもう物心ついた時からずっと飲んでて、1リットルは、まあ、小学校、中学みたいかも。あ、それでもすごいよ。あれか、初恋はもう牛乳みたいな人。あ、そうそう、それ。牛乳何があるの？何、筋トレ伸ばしたいの？そういうんじゃなくて。そういうんじゃない。味が好きなの？美味しいです。あ、そうなの。はい。じゃあどれくらいあるの？今、160cm です。あ、160cmってどうなんだろう。今の子たちの中じゃ高いのか低いのか分からないけど、僕らの時代では160cmなんて女子で言ったら高いけどね。あ、本当ですか。やっぱり身長伸びるんだね。はい。僕もね、実はね、中学校時代で身長をすごい伸ばしたくて、1日牛乳をね、3リットル飲んでみたの。3リットルすごいでしょ。え、それはすごいです。すごいです。でもね、3日目でね、もう口が渋くなってきてからちょっとやめたんですけど。でも牛乳、僕もわりかし好きな方ですけど、今はね、家の冷蔵庫に牛乳が入ってたから、はい、飲むぐらいのレベルだったんで好きだったんですけど、今はもう自分からは買わなくなったけど、やっぱり自分でも欲しいんです、牛乳がないと落ち着かない。買います。飛びますみたいな言い方したくなった。ちなみに牛乳の何がいいですか？え、まず味が美味しいじゃないですか。ご飯と合う。ご飯、あ、私ご飯のお供は牛乳です。なるほど。ご飯と牛乳じゃ無理でしょ。いや、いけます、いけます。マジで？はい。すごいね。やっぱりその物心ついた時から牛乳が好きだった人は、ちっちゃい時の写真とかで牛乳飲んでる写真いっぱいある。いっぱいあります。私の周りに牛乳をめっちゃつけた写真もあります。超可愛いじゃない。ねえ、牛乳を飲んで得したこととかありますか？身長は160cmなんですけど、小学校の時っても160cmあったんですよ。あ、なるほどね。だからもう身長は伸びるけど、身長も伸びるけど、伸びすぎると止まるっていうのはあります。本当？はい。あの、ちなみにさ、はい、僕多分ね、牛乳飲むとね、全然最近飲んでないから、また飲み始めると、はい、お腹が下っちゃったりするかもしれないなって心配があるんですけど。いや、大丈夫ですよ。ずっと続けてれば、でも初めは下すでしょ。いや、下しません。下さない？はい。もうじゃあ、もうそういう免疫みたいなのができるのかね。そうじゃないですか、多分。全然いけます。じゃあ、将来、今彼氏いる？いないです。じゃあ彼氏は絶対条件は牛乳好きっていうのが条件だよね。いや、そんなじゃない。でも分かってくれる人がいる。そうだよね。うん、だって冷蔵庫に牛乳がいっぱいあって疲れるじゃないですか。いや、でも1日1リットルだったらいいんじゃない？セーフじゃない？それは大丈夫ですか？もうなんだろう、もうおかずとか入れ歯のないぐらい牛乳入れちゃうとちょっと問題ありかもしれないけど。はいはい、そこまでじゃないです。そうなんだ。はい。怪我とかしない？怪我しましたよ。したけど骨折とかする？骨折2本折れて、で結構複雑に折れちゃったんですけど、まあ、1年で治ったんですよ。でそれは先生にとっては早いって言われて。牛乳です、多分。じゃあせっかくだから、多分もしかしたら牛乳を嫌いだって人もいるかもしれないから、リスナーの中でね、はいはい、牛乳の魅力って何ですか、一番。あの、みんな牛乳嫌いって言ってるんですけど、シチューとかクッサムチャウダーとか全部牛乳が入ってるじゃないですか。結果ね。そうなんですよ。なんか結果、そのみんなが好きって言ってるものに牛乳が入ってるのに、牛乳単体を嫌いっていうのはどうかと思うんですよ。なるほど。そういうことだった。そうです。あ、おかしいです。牛乳失礼です。なるほどね。じゃあ、ゆくゆくはその牛乳に携わる仕事したい。いや、まあ、そういうわけじゃないですけど。そうじゃない。そこまでじゃない。そうですね。一番のね、マツダ牧場っていうなんかね、牛の、おっぱいを絞って牛乳を体験したことあるんですけど、はい、あれもあれでなんかすごいよね。すごいですよ。楽しかった。もちろんその楽しいとこしかやってないからなんでしょうけどね。結構牛乳に携わるね。マツダ牧場で。ね、マツダ牧場働いてもらいたいなと思いますけど、これからも牛乳
結構今若者が牛乳離れしてるんで、そうですね、牛乳の魅力を伝えてあげてください。わかりました。僕もちょっと今日あたり飲んでみようかなと。お願いします。思います。はい、はい、これからもレコメンよろしくね。はい、はい、ちなみに好きな男性のタイプだけ聞いておきましょうか。マリさんです。ありがとうございます。牛乳ぐらい甘いな、甘くないな、ごめんなさい。これからもレコメンよろしくお願いします。はい、頑張ってください。バイバイバイ。失礼します。はい、失礼します。牛乳飲んでるとできてもいいですね。でも口癖がもうとか多いなって、それがもうっていう口癖じゃなかったですね。その辺がやっぱり冷たい、冷たい、冷たい、僕は全然それ構わないと思うんですけどもね。さあ、というわけでございまして、このコーナーでは、電話で出演してくれるリスナーを募集しております。まあ、自分はレコメで一番〇〇だという方ですね。あと自慢したいことだったり、変わったエピソードがある方とか、あととんでもない秘密をしてしまいましたみたいな方も募集したいと思いますので、まあ、気軽にメールを送っちゃってください。受付メールアドレスはね、マットマーク JOQ.net 受け目のところに募集と書いて送ってください。お待ちしております。それではこの曲を聴きください。繰り出して街を濡らす雨、降りかかった憂鬱を色に変えたいんだったらこの曲を聴いてください。バックナンバーで0505330888ディスクガレージまで。
テラライブツアー2015ワンウェイ7月25日土曜スタジオポート16時スタート。チケットはオールスタンディング5616円、各プレイガイドにて難音声。お問い合わせは03-5720-9999、 ホットスタッフプロモーションまで。レコメンチケットインフォメーション。今日のチケットはクリス・ハート。